ミムルと一緒に今日遊び。こんにちは、猫のミムルです。あのね、京都の観光文化を伝えるブログのレポーターしてます。今日のお散歩のスタートは地下鉄東西線の東山駅からです。今回は東山岡崎エリアをご案内します。ここは京都の中心部から地下鉄で5分くらい、鴨川の東側にあります。美術館や神社などのある京都の文化エリアなんです。地下鉄の駅の前の通りは三条通りで、江戸時代の東京と京都を結ぶ東海道です。江戸時代の旅人はこんなスタイルでした。つまりこの辺りが京の都への入り口なんです。あっちが東京方面ね。では早速出発です。ついてきてね。三条通りからちょっと横道へ入ります。ここ三室がよく通る道なんだ。ここには江戸時代から続く和菓子屋さんや美味しいお蕎麦屋さんがあります。そしてここは赤ん堂っていう骨董屋さんです。ちょっと中に入ってみましょう。こんにちは、ちょっと見せてください。お店の中には骨董品から今活躍する陶芸作家さんの小さなお皿がいっぱい並んでいます。お気に入りの品見つけるの楽しいよ。もう少し進みます。はい、ここがミモルがよくランチをする天ぷら屋さんの京都見です。今は残念ながらランチタイムじゃないから食べられないけど、ミモルはエビとアナゴの天丼が大好きなの。だし巻き卵も美味しいよ。次は何食べようかな。ではこっちに進みます。この川は白川です。この辺りには夏にはホタルが飛ぶんだよ。川沿いに進みます。秋には紅葉も綺麗です。あ、橋。怖いけど渡ります。落ちないように。ふう、到着。ここの景色大好き。春には桜が咲きます。この辺りは60年前ぐらいに川をせき止めてプールにして子供たちが水泳の練習をしたそう。その後水質が劣化してプールはなくなりました。でも今はこの川の先の方で、夏は金魚を川に放して金魚すくいをします。楽しいよ。ここが白川の始まりです。町の中に綺麗な川があるっていいでしょ。
さあ、もっと歩くよ。ついてきてね。赤い橋は琵琶湖疏水にかかっています。琵琶湖疏水というのは明治時代に作られた運河みたいなもの。水は日本で一番大きな湖の琵琶湖から流れてるんだよ。そばには桜並木があって、春は夜ライトアップされます。大きな鳥居は平安神宮の大鳥居です。高さは24メーター、幅は18メーターで、京都で一番大きな鉄筋コンクリートでできた鳥居です。このモダンな建物は京都国立近代美術館です。デザインなどをテーマにした展覧会がよく開催されます。お隣の古い建物は京都府立図書館です。日本で2番目に古い一般に開放された図書館なの。設計したのは明治時代の建築家武田五一さん。ヨーロッパの建物みたいでしょ。京都にはこういう西洋風の洋館と呼ばれる建物もいっぱいあります。この電車は1979年まで京都の街を走っていたトラムです。実はこのエリアは今から1200年くらい前には大きなお寺が建ってたんだって。これはその場所を示す石碑ね。それからお寺がなくなってからは畑だったの。京都でも広いスペースがあるんです。それで今は大きな美術館や会議場やコンサートホールがあるってわけ。ここは都メッセ、イベントホールがあるところです。ここでぜひ案内したいところがあるの。それはね、地下にある京都伝統産業ミュージアムです。ではご紹介します。こんにちは、みもるです。よろしくお願いします。ここ来たのみもる初めてなんですけど、ここってどういうとこなんですか？ここは京都市が指定している74品目を展示しているミュージアムになります。へえ、74ってな、どんなものがあるんですか？例えば西陣織とか紐とか、はい、と京焼き、清水焼き、はい、とか。あ、知ってる。それみも、あ、知ってますか？はい。あと製紙とか。お酒もなんですか？はい。それは伝統産業？伝統産業になります。京都っていろんなものがあるんですね。そうですね。ここに来るとそれがみんな見れるんですか？そうです。じゃあすいません、いろんなのがあるの見せてください。お願いします。どうぞ。本当にいろんなものがあるんですね。そうですね。京都はいろんな伝統産業が発展しているのが特徴になるので、ここが74品目がずらって並んでいるウォールになります。うわー、広い。ふーん、ほんといろんなものがある。みんな京都に住んでる職人さんたちなんですか？そうですね、京都に皆さん住まれてます。すごい。ちょっと怖いけど鬼瓦ですね。京都で作られてるのは一軒だけの、一軒だけになります。もう一軒しかないんですか？そうなんです。はい。じゃあ大切にしなくちゃいけませんね。本当ですね。守っていかないとですね。はい。じゃあ持っていきます。
仏壇、はい、これも京都の伝統産業なんですか？そうですね。へー、京都の伝統産業の特徴に分業制っていうのがあるんですけど、はい、仏壇はまさにいろんな職人さんが漆を木を彫ったり漆を塗ったり金箔を貼ったりいろんな職人さんが関わることで一つの仏壇が完成する。へー、たくさんの職人さんで一つのものを作ってるんですか？そうなんです。はい、じゃあ誰かいなくなっちゃったら大変ですね。大変ですね。わー、あ、お酒もある。はい、お酒っていうのも伝統産業になるんですか？そうですね。あ、そうなんですか。あと京菓子とかお菓子とかも。あ、そうなんだ。はい、でも全国にもありますよね。でも特に京都の出てきたのを京都の伝統産業って言うんですね。そうですね。ほー、お酒屋さんいっぱいあるんだ京都って。こちらが空友禅の着物になります。すごい綺麗ですね。これもいろんな職人さんで作るんですか？そうですね、工程がこれだけ分かれてるんですけど、空友禅の中でも手書き友禅と型友禅っていう、手書き友禅は筆を使って手書きで絵を描いていくんですけど、型友禅っていうのはこういう型紙を使って模様を作る技法になります。へー、いろんな職人さんがいろんなこうお仕事してるんですね。うん、そうですね。へー、すごい。じゃあ、あとなんか体験もできるんですか？そうです。やりたいです。あ、これ何ですか？これは京仏の仏壇に置いてあるおぎっていうチンっていう、ミム鳴らしてみたいです。どうぞ。わー、いい音。曲ができそう。あと、あ、このこれ何ですか？これは伏見人形って言って京都の伏見で作られてる人形さんで、これももう工房があと1軒しか残っていない。あ、あとここのスペースってさっき他の展示があったりとかお店もあるって聞いたんですけど、はい、ちょっと案内してもらっていいですか？ここが隠しのミュージアムショップになります。ここ？はい、開花堂さんのコーヒー缶ですか、お豆を、お豆を入れる。これって蓋がずっとすごく綺麗に閉まるって聞いたんですけど、え、やってみたいです。やってみてください。あ、すごい閉まってく。不思議。すごいですね。きっちり閉まるから湿気が外に、湿気が入らないんですね。ありがとうございます。これ買えるんですよね、はい、お店さんで、はい、いただけます。はい、じゃあ他のショップもまた見てみます。あ、お茶屋なんかもできるんだ。はい、じゃあ、あとゆっくり見てみます。はい。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ぜひまたいらしてください。すごいたくさん京都の伝統工芸産業がここに来ると一度に見られるそうです。まずこれを見て、それから京都のお店や何かに行くとすごく物の見方変わるかもしれません。ですよね。ありがとうございました。さあ次は通りを渡ってドームシアター京都に来ました。ここ
ここは大きなホールがあってコンサートなどが行われます。そばは公園になっているの。週末はクラフトマーケットなどいろんなイベントがあるんだけど、今日は平日だからやってない。残念。平安神宮が見えてきました。